よし。プレミア、アスナたちも見つけられていないみたいだし、一体どこにいるんだ。もう少し奥まで進んでみるか。プレミア、いないのか。くそ、暗くなったせいでかなり効率が悪くなったな。そもそもなんでプレミアはいなくなったんだ。ジェネシスはもうこのゲームには存在しないし、他のプレイヤーについていったとも思えない。であれば、あと考えられるのは、あれは、プレミア！やっと見つけた。こんなところまで来てどうしたんだ？なんだか様子がおかしいの。どこかに行きたかったのか？行ってくれれば俺が連れて行くのに。連れて行ってくれますか？では、私を。ん？私を祈る場所へ連れて行ってください。え？私は祈らなければいけない。待ってくれ。なんでプレミアが祈る必要があるんだ？それが私のすべきことだから。私を祈る場所へ。プレミア本人であることは間違いないはずだけど、彼女が自分から祈りたいだなんて言うとは思えない。一つだけ聞かせてもらっていいか。祈りたいというのは君の本心で言っているのか？本心。もしプレミアが祈れば、俺たちはもう会えなくなるかもしれない。女神だとかそんなの関係ない。プレミア自身の気持ちを聞かせてほしいんだ。本心です。祈りを捧げることが私の望み。これはプレミアの設定が上書きされているのか。祈ること、
私の、ま、そう。プレミア、君の本当の望みを叶えてあげるよ。君の望みを一緒に叶えよう。キリト！上を見上げてみなよ、プレミア。上ですか？星。たくさんの星が輝いています。たまにこうして星を眺めることがあるんだ。綺麗。ああ、俺もそう思うよ。この世界がどんなところであれ、こうして感動する気持ちは本物だ。本物。プレミアとこうやって一緒に過ごしている時間だって貴重な一瞬だよ。はい、私も貴重な一瞬だと思っています。これからもずっと一緒にいられますか？ああ、もちろん。またこうして星を一緒に眺めることも、極上のクッキーを一緒に食べることも。いくらでも付き合うよ、プレミア。ありがとう。どうした、プレミア。なんかおとなしいけど。昨晩皆さんに心配をかけてしまったので、なんて言えばいいか考えています。なるほど。昨日は時間も時間だったから、みんなとあまり話をしないまま別れたもんな。皆さんがログアウトした後、こうしてずっと悩んでいたんですよ。そうなの？ユイには気負いしなくても大丈夫だと言われました。うんうん、気にしなくても大丈夫だよ。そもそもプレミアが悪いわけじゃないんでしょ？まあでも、思うことがあるならそれは伝えればいいんじゃないかな。そうですね。では、思ったことをそのまま言うと、つまり、心配させてごめんなさい。それと、探してくれてありがとう。無事で本当に良かったわ。おかえり、プレミア。僕だってプレミアちゃんが帰ってきてくれてすっごく嬉しいよ。
だってさ、よかったな。はい。ところでパパ、お話があるのですが。ん？どうした？プレミアさんに起きた現象について念のため調べておいた方がいいと思うんです。なので私をまたコンソールルームへ連れて行ってくれませんか？なるほど、確かにまた問題が起きないとも限らないな。はい。よし、わかった。それじゃあ行こうか。モジュールからプレミアさんへアクセスを試みた形跡があります。強制的に彼女を操り、完全な大地切断を再現しようとしたんだな。ですがプレミアさんは自身の意思でモジュールによるデータ改ざんを打ち破ったんですね。ああ。それで他におかしなところはないか？最新のログを調べてみますね。あれ？どうした？おかしいですね。モジュールとは別の場所からクエストを改変している形跡があります。モジュールとは別の場所から？ユイ、もっと詳しく調べることは可能か？やってみます。アインクラッドを崩壊に導くシミュレーションモジュール、それとは別の何かがプレミアたちのクエストを改変している。今この世界で一体何が起きているんだ？何か分かったか？大変です。このままではアインクラッドが地上に、アイングラウンドに落下してきます。なんだって！？もしそんなことになれば世界の崩壊は免れません。アインクラッドが落下？んなことになったら確実にこのゲームは続けられなくなっちまうぜ。地上にいる NPC のみんなも無事で済むわけがないよね。まったく、 NPC は復活できないってのに。そもそもなんでアインクラッドが落下してくるのよ。それは祈りを捧げたもう一人の女神ティアさんが原因です。彼女のデータは現在アインクラッド崩壊シミュレーションモジュールに結びつけられている状態です。そして彼女は AI として積み重ねてきた世界の崩壊への思いによってクエストが改変、結果としてアインクラッドが決めたんです。崩壊への思い、クエストが改変ってそんなことが起こせちゃうんですか？ゲームの基幹プログラムであるカーディナルシステムにはクエスト自動生成機能というものが存在します。その機能により常にゲーム内で様々なクエストが生成され続けています。そしてまたプレイヤーの想定外の行動などで辻褄が合わなくなった場合、クエストが修正されることがあるんです。でもティアって子はプレイヤー
も AI も変わらないってことだよ。思いを重ねることで自分を作るという面で見れば、プレイヤーたちの影響でジェネシスの破壊衝動が今の彼女を作ってしまったんだ。それでアインクラッドの効果を止める術はあんのか？あります。今ティアさんのデータの所在地はアインクラッドの中枢を指しています。そこに行きモジュールとのつながりを断ち切ることができればアインクラッドの効果は停止するはずです。なるほどな。そういうことはやっぱアインクラッドに殴り込みをかけないといけねえわけだ。ユイ、一つ聞かせてくれ。彼女のデータが存在しているということは生きていると考えていいのか？プレミアさんが祈りを捧げずアインクラッド創生が完遂しなかったことが幸いしたのかもしれません。そうか。やることは決まったね。行きましょう。アインクラッドの中枢へ。そのためにもまずはアインクラッドにたどり着く方法を探さないと。それについても当てがあるんだ。プレミアが一人いなくなった時、モジュールはアインクラッドを中枢に連れ出し祈らせようとした。つまりプレミアが向かっていたその先にアインクラッドへとつながる道があるはずだ。なるほどね。だったら行きましょう。世界を救うための道へ。パパ、この世界を危機に陥れた原因は確かにプレイヤーかもしれません。ですがこの状況を救えるのもプレイヤーだけです。どうかこの世界を救ってください。ああ、約束するよ。必ず救ってみせる。
スイッチだ。最高だ。わかった。任せてください。存分に英気を養おうぜ。なんつったっていよいよアインクラッドに乗り込むんだからよ。うんうん、ここは私のおごりだから遠慮なくじゃんじゃん行っちゃって。すごいですよね、ドロップ率 0.04% のレアアイテムを何の躊躇もなく売っちゃうんですから。何言ってんのよ、そんなものよりもっと大事なものを守んなきゃいけないんだから。レアアイテムの一つや二つどうってことないわ。おお、男の俺でも憧れるかっこよさだぜ。リズさん、ごちそうになります。わーい、何から食べようかな。お腹いっぱいになって動けないなんてことにはならないようにしないとね。はいはい、
ギルシェフの特製ピザもできたよ。まだゲーム序盤だから高価な食い物は用意できねえけど、味に関しちゃ問題ねえぜ。俺っちも秘蔵のボトルを持ってきたぞ。ちょっぴり刺激があるけど、それが癖になるんだ。飲みたい飲みたい。お料理も揃ったし、準備 OK ね。全員グラスを持った？みんなで乾杯しましょう。プレミアも準備はいいか？はい、グラスを持ちました。よし、それじゃあ乾杯。美味しそうな食べ物が満載です。リズがご馳走してくれたんだよ。この決起会というものもピクニックと同様に楽しいですね。はい、ピクニックも決起会も皆さんと一緒にいることはとても楽しいです。みんなと一緒、なるほど。どうした？私はこれからもみんなと一緒にいたいです。ああ、俺たちもさ。うん、だから絶対にこの世界を守ろうね。世界を守る、それはみんなの可能性を守ること。そういうことだ。守りましょう、必ず。ああ、そうと決まればたくさん食べて元気をつけないとな。任せてください、それは得意です。プレミアさんは本当に食事が好きなんですね。みんなの可能性か。なんだか不思議だね。ん？何がだ？2年以上も SAO に囚われて、本当ならこの仮想現実の世界を恨んでもおかしくないはずなのに、今は失うことのできない、とても大切なものになってる。そうだな。カヤバの生み出したデスゲームは決して正当化できるものじゃないけど、そこでかけがえのないものを見つけたのも事実だ。うん、君やみんなと出会って、きっとこれからも多くの出会いをこの世界で体験するんだと思う。そうした可能性を私は絶対に守りたい。ああ、俺もだよ。ここにいるアスナや仲間たち、そしてプレミア。こうして目に映るものは仮想世界に展開されたただのデータかもしれないけど、その存在は決して仮想なんかじゃない。俺たちが過ごしたもう一つの現実、そこアインクラッド、そこで必ず決着をつける。